今回、今4月からのまだツアー中なんですけど、はい、氷の世界ツアー2014の時になって、そこでの一応ご自宅の販売になります。へぇ、今年は青森には来てくれなかったんですけれども、まあ、ちょうど私は岩手の奥州までちょっと見に行って、でついでに東京出張のついでにNHK ホールにもちょっと渡して行ってきました。NHK ホールではサプライズがあって、サプライズゲストで星活、井上陽水のいろいろプロデューサーモップス星活が出てきて、で一緒に最後に夢の中でこうやったというのがすごいサプライズがあったりしたんですよ。氷の世界ツアー、氷の世界ツアーでは氷の世界のアルバム、あれ丸ごと1曲そのまんまやったという、まあ、非常に楽しいライブで、今月の後半だったかな、NHK ホールの1日目の様子が、一応テレビに入るんですけれども、残念ながらスカパーで私は見れないというちょっと残念なことですけども、というわけで、その氷の世界からのアルバムの中から、2人で1曲氷の世界をやらせていただきます。めっちゃ最後投げるんじゃない。怖いんじゃないだろう毎日降る